サハリン2は事実上接収へ、日本のエネルギー安全保障は崩壊の危機に瀕している。7月1日、プーチンショックが東京株式市場を直撃した。三井物産の株価は一時前日比 196.5 円安の2798円に急落。三菱商事も同じく252円安の3785円となった。ロシアのプーチン大統領が6月30日、三井物産と三菱商事が出資するロシア極東の液化天然ガス石油開発事業サハリン2の運営を新たに設立するロシア企業に移住するよう命令する大統領命に署名した。プーチン政権は石油や天然ガス開発事業から日本企業を締め出す姿勢を強めており、サハリン2はその第一弾に過ぎない。メドベージェフ安全保障会議副議長は7月5日、ロシア産石油の取引価格に上限が設定され、現在の半分の値段になればサハリン2への日本企業の参加もなくなると通信アプリに投稿。日本にはロシアからの石油もガスもなくなると警告した。サハリン2はロシア初の LNG プロジェクトだ。ロシア国営ガスプロムが 50% 強、イギリスシェルが約 27.5%、 三井物産が 12.5%、三菱商事が 10% 出資する。2009年に出荷を始めた年間1000万トンの生産量のうち約6割は日本向け。ロシアからの LNG 輸入量のほぼ全量にあたり、日本の LNG 輸入量の 8.9% を占める。三井物産は2022年3月期に LNG などで純資産の減額を806億円、減損損失を209億円、合計1015億円を計上。三菱商事もサハリン2の投資価値を500億円減額し、ロシア関連全体で130億円の損失を計上した。友好関係のインドと売却交渉。ロイター通信は、イギリスシェルはサハリン2の権益についてインドの石油ガス公社の子会社や天然ガス供給大手ゲイルのコンソーシアムを売却交渉していると報じた。インドはロシアに武器調達を依存するなど友好関係を築いている。サハリン2の権益をめぐっては、中国国有石油大手の中国海洋石油集団も回収に関心を示している。イギリスのシェル、日本の三井、三菱から新ロシア国家のインドと中国に利権が強奪される可能性が現実味を帯びてきた。サハリン2に関して事業主体の変更であり撤収ではないなどという楽観論を唱えるエネルギー関係者がいる。こうした場合、最悪の事態を想定しておかないと究極のリスク管理にならないことを知るべきだ。年金積立金管理運用独立行政法人は2022年3月末の時点でロシア関連資産の評価額をゼロにした。株式や債券が対象で2200億円保有していた。三井物産や三菱商事やサハリン1に出資している伊藤忠商事、丸紅の大手商社のロシア関連の減損処理は事態の進行に比べて遅れている。資源をロシアに接収されたらおしまい、二度と戻ってこない、この先20年から30年新たな投資もできないと悲観論が広がる。日本のエネルギー安全保障は崩壊の危機に瀕している。円安、インフレ、増税の同時進行に備えるべし。ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格、食料品価格の高騰に加え、日本とアメリカの金利差の拡大による円安を背景とした輸入価格の上昇も相まって、コストプッシュ型のいわゆる悪いインフレが日本を直撃しています。
海外情勢の影響を受けて悪いインフレが起きてしまったと見られることが多いですが、本質的な原因はむしろ日本国内の情勢にあると見ています。というのも、エネルギー資源や食料を輸入に頼っていたり、アメリカの金利が上がっても景気が低迷している日本では金利を上げることができなかったりと、日本がもともと抱えていた混在リスクが海外情勢をきっかけとして表面化したに過ぎないからです。ただでさえ借金大国で人口が減少している日本では、財政再建のための増税や社会保障の削減に迫られていました。そんな中、円安やインフレによって1円の価値まで下がってしまうという事態に直面し、日本経済の見通しはますます厳しくなっています。円安、インフレ、増税が同時に進行する最悪のシナリオが現実になってしまうと考えた場合、私たちが資産を守っていくためには一体どこに投資すればいいのでしょうか。最悪のシナリオ下で資産を守れる投資先は、貯金はすぐに引き出せるので流動性は高いですが、利息などのリターンは小さく、円安やインフレによって1円の価値が下がるリスクもあります。一方で不動産に投資した場合、賃貸収入や売却益などのリターンは大きいかもしれませんが、現金化するのに時間がかかるため流動性は低く、管理の手間もかかります。価格が下がるリスクもありますし、固定資産税や所得税などの税制面も考慮しないといけません。このように投資先を選ぶときには、リスクとリターンだけに着目すればいいわけではなく、次の5つのポイントを考慮する必要があります。1、リスク。価値が下がるリスクが低いか。2、リターン。リターンは大きいか。3、流動性。すぐに換金できるか。4、管理コスト。管理の手間や手数料は少なくて済むか。5、税制。税制面では有利か。一言で投資といっても、株や債券、投資信託など、有価証券、不動産や金などの実物資産、FX や仮想通貨のような投機性が高いものなど様々です。5つのポイントから資産を守るために最も適している、長期的な資産形成に向いている投資先はどれでしょうか。結論から先に言うと、株、特にアメリカ株に投資することが資産防衛に最適だと考えています。アメリカ株が投資先として有力だなんてよく言われている話ですが、資産防衛にも適しているというのはなぜでしょうか。アメリカ株が資産防衛に最適なわけ。アメリカの物価指数の一つである S&P500 と日本の株価指数の一つである日経平均の株価の推移を比較すれば一目瞭然ですが、 S&P500 はおおむね右肩上がりで成長しています。また株は持っているだけで配当をもらえるというメリットもあります。日本で証券口座を作ればアメリカ株は簡単に売買できるため、流動性も高く、管理の手間も長期間保有しているだけなら大してかかりません。NISA を使えば年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できるのも日本株と同じで、非課税期間を過ぎたとしても売却益は 20.315% の申告分離課税、配当も 20.315% の申告分離課税などを選択できるため、税制面でも優遇されています。そこでシンプルに日本株よりリターンが大きいアメリカ株の方を推奨しています。